春と日本語ポッドキャスト202、初心者 beginners 元気1 level、 日本の数字 Japanese number。 どうも皆さんこんにちは、日本語教師の春です。元気ですか？はい、今日も、はい、天気が良くていいですね。コーヒーを飲みながらポッドキャストを作っています。さあ今日はちょっといつもと違うポッドキャストですよ。今日は数字、特に日本の数字について話したいと思います。皆さんどうですか？日本の数字難しいですか？うん、難しいですよね。慣れるまでに本当に時間がかかりますよね。まあ日本の数字は簡単だと思います。1から10まで覚えたらほとんどの数字が言えますよね。大きい位から数字、位を順番に言えば大丈夫ですね。例えば763だったら、7は数字、そして100は位ですね。それを大きい位から言います。だから、763になりますよね。まあでも、大きい数字は難しくなると思います。そうですね。まあ、英語と日本語の数字はちょっと違いますよね。英語では、千の次は、千が十あって、10,000 と言いますね。スペイン語でも同じだと思います。でも、日本語では、10,000 は新しい位があります。はい、だから、1万と言いますね。これに慣れるのは本当に時間がかかると思います。日本語が上手な人もまだ数字をスムーズに言うのが難しい人もいると思います。私も英語の数字に慣れるのに本当に時間がかかりました。英語でいろいろなことをもう言えるのに、数字だけ言うのが大変だったと思います。はい、だから多分皆さん同じだと思います。まあ、数字が上手に言えないときは、全然焦らなくても、心配しなくてもいいと思います。時間がかかると思いますから、心配しないでくださいね。はい。じゃあ、最後に、ちょっと数字の練習をしましょうか。私が、英語で言うので、皆さんは日本語で言ってみてください。
まあ紙とノートを使って数字を書いてから言ってみてください。じゃあまずは23,873 です。どうですか？はい、うん、答えは23,873 ですね。どうでしたか？じゃあ次。はい。88,695 はどうですか？はい、答えは88,695です。いいですね。じゃあ、最後です。最後。ちょっと難しいですよ。はい。274,981。はい。答えは274,981。です。どうでしたか？はい。まあ、最後のはちょっと難しかったかもしれませんね。はい。たくさん数字を勉強して、もっと日本の数字になれましょう。Words and phrases used in this episode. 数字 Number 慣れる To get used to.くらい unit 順番に in order 焦る to be panic 心配する to worry。 はい、今日は日本の数字について話しました。どうでしたか？今日はちょっと変わったエピソードでしたね。皆さんもぜひたくさん、まあ、大きい数字を日本語で言う練習をしてみてください。では今日のエピソードはこれで終わります。 Thank you so much for listening. If you like this podcast, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginnersTranscript is available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support. 皆さんまた次のエピソードで会いましょう。じゃあまたね。バイバイ。